どうもお疲れ様です。今回はですね、舞姫大学の特別講義、ナミさんの方からね、ビッグモーターについてお話をくださいました。私も同じように思うんですけども、こんな言葉があるんですよ。確かね、悪人の悪よりも怖いのは善人の沈黙だっていうね、まあそんな趣旨の言葉だったと思いますけども、多くの方は善悪を見分ける力はあるんですけども、それをこう伝える勇気がないっていうんですかね、言う勇気がないっていうことなのかなと思います。今回のビッグモーターの事件もそうなんですけども、もうね、だいぶ早い段階から YouTube の方ではそういった告発動画結構上がっていたんですよ。それからインターネットの書き込みとかね、口コミとか元従業員さんの告白とかってのあったわけですけども、ただインターネットで情報を取る方としてはそこまでリーチしなかったんですよね。地上波と違ってインターネットってこっちから情報を取らないといけないんで、やっぱり情報のセンスがある人しか最初は知らされないんですよ。で、情報のセンスがある人でも今度再発信することがなければ広まっていかないんですよね。で、私ももう半年ぐらい前にこのビッグモーターのことってのは YouTube で動画をね、作り続けていたんですけども、悲しいからそんなにね、何万回も何十万回も再生されませんので広まっていかないんですよ。ですんで、影響力のある人、例えばヒカキンさんとかはじめ社長がビッグモーター直撃とか言ったらね、そこそこのものにはなったと思いますけども、まあ、ヒカキンさんも、はじめ社長も、まあ、興味がなかったのか知らなかったのか、知っていたけども沈黙をしたのかね、わかりませんけどもね。影響力のある人ほど、そういったところとはなかなか関わらないみたいなところもあってですね、これは悪意はないんでしょうけども、一つの現象としてですね。で、無名な人ほど、なんかね、いわゆる都市伝説とか、それ本当なのみたいな情報を一生懸命発信するんですよね。だから影響力がないのかもしれませんけどね。だからまあ、いろいろと、自分のチャンネルが育っていくと忖度も働きますよ。私も結構ね、今2アウトですから、 YouTube チャンネルが言えないこと結構あるんですよね。だから言いたくても言えないというね、私は特に別に善人ではないんですけども、ただ沈黙をせざるを得ないというね、そんな状況に追い込まれているというところもあるかなっていうところです。はい、まあどちらにしてもね、私たちもナミさんのようにね、思ったことをはっきり言えるような、そんなね、世の中じゃないとポイズンって感じでございます。反町さん、また、ね、GTO をやってくれれば嬉しいなと思いますけどね。はい、お疲れ様です。